鬼染めは海底に生息する多毛類である。海底の土に長い体を隠して5本の触角に外部の刺激が届くのを辛抱強く待ち、獲物を感知すると攻撃する。鋭い歯を持ち、獲物が半分に切断されることがあるほどの速度で攻撃することが知られている。獲物を狙って狩りをするが雑食性である。多毛類を専門とするメキシコの生態学者ルイス F。 カレル・パーハ及び、セルジオ・アイサラザール・バレーホによると、イソメメは、麻痺性、または、致死性の毒物を獲物に注入し、特に獲物が自身よりも大きい場合に、安全に食べやすくしている。彼らはさらに、他のトガの全虫であり、皮膚に重度の炎症を起こす毒物を放出する、森の形の剛毛を持つ、ウミケ虫とは異なり、オニイソメは、剛毛の数は少なく、 またそれらを身を守る目的では使わないが、堆積物や巣穴の中を移動するための牽引力を増すためには使うことがあると述べている。オニイソメの生殖行動や寿命についてはほとんど分かっていないが、生殖はおそらく体長が100ミリメートル程度の初期段階で起こると考えられている。オニイソメは3メートル近くに成長することもあるため、これは非常に早い段階である。 長い寿命はこの大きさによってよく説明できる。オニイソメはインド洋太平洋や大西洋を含む世界中の暖かい海で見られる。2009年3月、イングランドのニューキーにあるブルーリーフ水族館の水槽の中でオニイソメが発見された。オニイソメのせいで魚は怪我をしたり消えたりし、サンゴは半分に切断されるとしていたが、 水槽の中で展示を分解し始めるまで、これに気づかなかった。おニーソは、おそらく誤って人工的な環境に入れられたと考えられた。2013年10月7日に、体長1メートルの別のお兄ーソが、イングランドのウォーキングにあるメイデンヘッドアクアティクスで、発見された。ありがとうございます。